アミューズ大したレーベル JVC ケンウッド、ビクターエンタテインメントスピードスターレコーズ、対大したレーベル大したレーベルは JVC ケンウッドビクターエンタテインメントの社内カンパニーであるスピードスターレコーズ内の音楽レーベルサザンオールスターズとそのメンバーのみが所属するプライベートレーベルであるレーベル長は小野明。なお現在の音源制作は サザンの所属事務所であるアミューズと設立した合弁会社、大したレーベルミュージック株式会社が担当している。1983年に設立。当初はビクターの社内レーベルであり、かつてデビュー以来から本レーベル設立までサザンオールスターズが所属してもいた。インビテーションの参加にあったが、現在はスピードスターの参加となっている。 発足当時、a ッ e x のリズムゾーンやビーイングの B、グラムレコーズのように分社化はされていないため、発売元はすべて、ビクターとして扱われ日本レコード協会やオリコンチャートでは、ビクターとして表記されている。ビクター音楽産業時代は、ドラマやアニメなどで主題歌の発売元をクレジット表記される際、ビクター大したと表記されていた。名称の由来は、大したもんだの 対したから取ったものでメンバーの原優子が命名した。桑田佳介もアホな包上判レーベルといった案を出したが、それは登録できないと言われた。タイをキャラクター化したロゴマークがある。基本的に全ての作品で共通のロゴを使用しているが、ソロ作品を中心に作品によっては若干アレンジが加えられているものもある。ありがとうございます。